パーフェクトリバティ教団は日本の大正時代に立教された宗教団体。政府での統計上における分類では諸教。通称で PL 教、PL 教団と表記されることが多い。現在の教師は沖隆人。信仰対象は宇宙全体イコール神である大本霊。教団本部は大阪府富田林市にあり大本町と称する。 大本町には、大本町神霊を祀る、聖殿、教団の初代教祖、古希徳一の霊を祀る、初代教祖屈上等の施設があり、万国の戦没者を徴収派で慰霊する徴収派、万国戦争犠牲者慰霊大平和記念等が立つ。PL 学園高等学校のほか、中学校、小学校、幼稚園、専門学校も敷地内にあり、かつては、短大や遊園地、 ゴルフの練習場などもあった。人生は芸術であるの真理のもと、各人の真の個性を世の人となりのために最大限発揮し、ひいては世界人類永遠の平和と福祉のために貢献することを目標とする。教えの最も特徴的なものとして、見知らせ、見教えの真理がある。身の回りに起こる災難や病気などすべての苦痛や苦難は自分自身の心へ違い、 心の傾きを知らせるために、神が発してくれる警告と考える。これを、見知らせと呼んでいる。この、見知らせを引き起こしている心の癖は、何なのか、教団から、個人個人に過付されるものが、見教えで、個々の自己表現の上で邪魔となっている心癖を、教えてもらうものである。また、信者の身を襲う、突然の苦痛に対応する、お身代わりの神事という仕組みがある。 信者の苦痛を一時的に教祖の肉体に引き取ってもらうものである。教団としての戒律は特に存在せず、日常生活の心得として、PL 書生君、PL 信仰生活心得などがある。本教団は、教祖が代々出現して時代にあった教えを説くという形をとる。毎月1日、11日、21日に教会に参詣することを、一の日参りといい。 全国各地の教会で式典などが行われている。中でも、感謝の日は重要な行事となっている。PL 病院第一連生道場必要に応じて、各地の教会などで様々な祈願、つまり、世間的に言うところの合格祈願や、病気併与などの祈祷を受けることもできるが、これは単なるお願い事というよりも決意を神に、 誓ったり神に感謝するという意味合いが強く、疎水断信寺と呼ばれている。教団名、完全なる自由とは、日々の生活において心癖にとらわれることなく、自由無限なる表現を心がけ、世のため、人のために役立つよう自分に与えられた天職を、全うし、毎日を明るく楽しく過ごすことを標榜する。東京団式の葬儀は、新葬祭に準じた形である。 PL ランドの開園当時は大平和記念塔の上部にある展望台まで一般開放していたが世界平和と戦争犠牲者慰霊のためのモニュメントという位置づけを明確にするため現在は展望台を閉鎖している。ABC ラジオ宗教の時間月曜日で PL 教団の時間を放送していた。ありがとうございます。